毎朝出勤の前に必ず読ませていただいています。12年前から、神戸のベイシラトンホテルを経営をさせていただいていまして、そういったこともあって神戸の経済界の方々とご一緒になる機会も多いものですから、そういった意味では神戸新聞を一読することによってですね、その日の話題が非常に広がるというか、それを読んでいないとその日の話についていけないというようなこともありますので、必ず一通り目を通した上で、特に神戸行くときにはですね、気をつけて見るようにしています。そんな中でも子供ながらにデザインとしてですね、神戸新聞さんのデザインというのは、テレビ欄を見ればこれが神戸新聞というのは子供ながらに分かっていましたし、それが一番印象的というか、親しみのあるのは子供の頃から神戸新聞であることは間違いないですね。で、最近ではすごく印象深いのは、昨年私の母を淡路版で特集していただくことがありましてですね、母はもう完全に、旅館業を家業とする家に生まれて、高校時代ぐらいからの話だったんですけども、どのように、会社とともに人生を歩んできたかというようなことを特集でいただいたことによって、私どもこの次の世代の人間も、また私どもの社員もですね、それを振り返ることができましたので、今後はそこで取材したものを、せっかくのことですので、ちょっと社内に資料室でもきちっと作ってですね、新入社員が入った時にその資料室で、歴史を学ぶというような、そういったツールとして、ぜひ活用させていただけたらいいなというふうに思っています。数年前からは近隣の地域版も2地域ぐらい見れるようになってですね、すごく、いい取り組みであるし面白いなというふうに思っていました。一方で淡路島で新聞を見ると、淡路の次のページぐらいに神戸の地域版が出てるんですけど、神戸で見るとですね、淡路島がないんですね。で、このコロナで強烈に感じたんですけど、やはりもっともっと、これデジタルが進むことによってですね、地域の情報というのを都市部の皆さん、またデジタルということであれば兵庫県以外の方にもお伝えいただける、地方にとっては絶好のチャンス機会だと思ってますので、地方の情報をどんどん各地に伝えていただけるようなことを期待したいなというふうに思っています。非常に内外から淡路島が注目をいただいているということは非常にありがたいことであると思っています。当該資本の進出等もあって、注目をされているわけですけれども、このコロナ禍において、全国の主要な観光地と比べてよく淡路島は傷が浅かったというふうに言われています。兵庫県下の皆さん、そして大阪、いわ近郊の特に都市部に住むお客様が淡路島を訪れていただいたわけですけれども、その大きな要因として、淡路の自然や食が持つなんかこう癒しの力というか、それがこのコロナ禍に必要とされたというか、明日以降生き抜くエネルギーを淡路でチャージしようと、そんな意味で来ていただいたのではないかなというふうに思います。ですからこれからも、淡路島の食や歴史、自然、その魅力を最大限に生かした地域の活性化に取り組んで、それが今は兵庫県のお客様、大阪のお客様が多いわけですけれども、私たちがそのレベルを上げていくことで、首都圏のお客様や、そして、大阪・関西万博、その後には、IR であり、神戸空港の国際化ということも控えておりますので、海外のお客様にも選ばれるような地域づくりをしていきたい、それが地域の持続可能性を探るといいますか、第一次産業の発展、そういったことにも寄与できれば嬉しいなと思っています。そういったことであると、淡路島にゆかりのですね、県外でご活躍されている方がたくさんいらっしゃいます。
そういった方は、まあ、淡路島にまあ、期待関心というのは寄せていただいているわけですけども、なかなか淡路島の情報が入ってこないということをよく言われていますので、そういった方にこのサービスをぜひ活用いただいて、淡路島頑張ってるよと、またそういった方にも淡路島もっと応援したいなと思っていただけるような、そんなツールになれば僕らも嬉しいですし、県外で活躍されている方にとっても非常に、まあ、喜ばれるんじゃないかなというふうに思っています。期待しています。